ですね。夜って感じがしないけど。暑いわ。まだ明るい。でもそうそうですね。でも夏はのなんかラーメン屋さんめっちゃ汗かきませんか？熱気とか、すごい涼しい涼しい文字がですよね。汗かきますよね。この前びっくりしましたよ。なんだろう、カウンター席に座ってたからかな。すごい熱気が来たり冷気が来たり、あるあるか。冷麺食べたことないかもな私。あれか、焼肉屋さんにあるやつか。あれはちょっとだけ食べた。あれか、確かに冷麺ですね。確かに確かにあれは冷麺だ。私クッパ好きなんだよね。クッパ美味しい。
そうです。でも今日はすごい暑かった今日の一日を思い返してみたけど、さっきからほんと同じこと言ってますけどね、ずっと。面白い。そうなんです。もう夏だと思います。もう梅雨は明けました。いつの間にか明けました。そしてもう夏だと思います。あ、まだ終わってないまだちょっと終わってなかったんか。そっか、すみません、まあでしたまだまだでした まだ開けてませんでしたね。今雨うん、なんかしたかな。何をした。大喜利ですか急な大喜利急な大喜利開催。何かしたかな。何をした。難しいお題ですね。何も答えれん。そう、あ、分かった。なんか今日私髪がさ、なんかさ、ボサボサなんですよ。梅雨だからか、そういうことか。なんかいつもよりボサボサなんですよ。気になってた。湿気、湿気かこれが。そういうことか。そう見えないですか。ありがとう。ありがとう。嬉しいです。ありがとう。綺麗だよ
アバターゲットならず。アバター、あ、今やってるのか。最後、あ、最後か。今月。パーフェクト。髪傷んでる？ね、傷んでるかな。わからん。最近質にハマりました。ありがとう。イエーイ。そんなことないよ、そんなことないよ。アバターまだ出てないのに今月終わる。つらい。高置き。うん、ありがとう。クラコンで押すしかないようになりました。ありがとう、クラコンで。ありがとう。さよごろ。沢道推し。沢道。みちさんはチューやんって言ってた。チューヤン、なんかいそうですね、チューヤンさんって。あ、もういらっしゃる。カタカナね。オキさんとはまだ決めてないけど、わからん、高置きになるかもしれん。ぽうやん。ぽうやん。なんだろう、なんか面白い。
なんで名前つけたかるか分からんって呼びやすいからじゃない、その二人のことを言うとき。でも分からんね、沖さんが決めてくれると思います。沖さんは絶対そう、なんか自分が沖さんが決めた決めんとなんか それを沖さんの心に浸透させるのに時間かかりそう。だって当たり前さやのことずっと当たり前やんって言ってたもん。何回訂正しても。気まずい胸キュンセリフのこともずっと気まずいやんって言ってた。そう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 。心に浸透させるにはもう本人にそうですよ。いや違いますって言う、何回も言う未来が見えてる。うん、沖さんラーメン好きなんかな。あ、好き？どうだ、どうなんだろう。今日なんかカフェ行こうとして、カフェがなんか今日定休日で定休日じゃなくて定休日、ドアにね張り紙がお休みしますってみたいな。だからすぐなんかその行く前にパンケーキの話してて、食べてみたいって言ってて、パンケーキにしますかっていう話もしてたから、じゃあもうパンケーキにしようって。そうです、うん、ね、だからそこはまあ次回。
行こうかな。私は結構何回か行ったことあるとこだけど、おきさんは初めてって言ってた。そらはさんと、そらはさんとラーメン、汁なし担々麺食べに行ったことありますね。ラーメン好きなメンバーさ、私いないと思ってたんや、前まで。意外といっぱいいるんだね。先輩にいるイメージ、同期にはあんまり。うん、みっちさん、アメジさんとラーメン行ってますね。そうなの。あ、いろいろ言われるの。へえ。ラーメン。そういうことか。皆さん、ファンの方とかから。いろいろ言われるけん言ってない。そういうのもあるんかな。うーん、私に言ってくる方はいませんけどね。逆になんか食べて、なんだろう、もっと食べてみたいな食べれてよかったねみたいな方ですよね。このここのコメント欄はよかったね、美味しそうでよかったよ。面白い。まあでも私あれだもんな、食べない時期もあるからね。全然孫属性今はね、ちゃんと食べてる時期ですよ。そう、食べないとき本当にね、食べないんですよね。食べなくてね、寝れんくなるんよね。だけど、そう、食欲あるときにいっぱい食べる。食べて幸せになってください。そうなんですね。ホットな女の子から。そう、食べれる時に食べてね、寝れる時に寝るのがね、いいよ。そう、体調不良にあんまならないね、エナジー。うん、いや、もともとそんなね、飲まないっていうか、もともとライブがあるときに飲んでたんですよ、2公演とかで。去年はほんと毎日、ほんとにありがたいことにライブが連日あって、2公演とかもあったりして、だからそこでね、あの
よくメンバーに目撃されるっていうのがあったんですよね。そう、ジュースです、エナジージュース。ミリついちゃったね。確かに確かに。てか、なんだろう、ジュースがすごい好きで、私さ、去年はずっとジュース飲んでて、だからジュースってあんまりなんかあれなんだってね、あんまり体にあんまり良くないみたいな。今はいいけど、なんか続けていくとちょっとみたいなのがあって、だから最近はね、できるだけなんか水系にしてますけどね。ジュース、そうだね、まあフルーツジュースとか炭酸とかかな、味のついた味がついたもの。コーヒーはね、なんかすごいハマってる時期もあるけどね、結構周期があるかもね。コーヒー系と炭酸系と、あとフルーツジュース系と。でも最近は水だけど、水にもなんかちゃんと、なんだろう、味のついた水系があれだよ、ハマってますね。梅とか、ちょっとクエン酸ね、とかなんか、まあ、塩が入ってるやつとか、塩分塩分塩そうそう、ちょっとあの夏向けの、気をつけなきゃいけないんで。そう、そう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 、ちゃんとそういった面で意識してますよ。熱中症が怖いもんな。おいしい。スポーツドリンクは公演の時とか、公演の時とかはスポーツドリンクか、そういう炭酸ジュース、なんかいい成分が入ってるビタミンとか。気をつけてる。ミネラル大事。そう、すごいですね。心配ね、時々心配されますから。健康です。塩の塩分のタブレット、食べたりする。フフフフフ。
心配してます。皆さんも気をつけて。意識高を。お酒は飲まないかな。暑い。暑くて本当にね、気をつけて。熱出たの。気をつけて。大丈夫か。夏風邪、あ、やばい。夏風邪の人ちらほら。気をつけて。大変だ。夏って風邪ひきやすいんか。でも私も夏にインフルかかったことあるけど。そうなんだ。気をつけましょうね。喉痛い。やばくないか？喉痛い。もうね、体調が悪い方は早く寝ましょう。なんだっけ、私のね、治し方がやばいと思ったら、風邪薬と、もう結構強めの栄養ドリンクを飲む。で、あれ、しっかりとお風呂に入る。で、早く寝る。強め、なんか結構コンビニとかにも売ってあるけどさ、スーパーとかさ、なんちゃらスーパーとか。のやつよ。そう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 。もう結構ね、いいですよ。私はそれで風邪、熱は治るね。治る。私はね。あとご飯いっぱい食べるとか。ご飯も大事かも。やばいと思った時は本当に行動が早い。私いつもはめっちゃ遅いのに。でもあのそんなね、ちゃんと皆さん独自のものがあればそれをしてくださいね。人によると思いますので。
調やばい時あるよね。なんか自分でわかるもん。なんかやばいかもって時ある。でも私本当、喉痛くなったの？全然。いつかな？全然痛くならんくなった。やばいやばいすごいですね、聞こえてる方。まだ夜ご飯食べてないです。え、もう4日も食べてないんですか？何か食べてくださいね。お腹でもそんなに空いてない。食欲ないかな。ではしっかりパンケーキ食べたんですよ。でも結構微妙な時間帯に食べたから。確かに。もう少しだったらお腹すくと思います。お腹すき情報。パンケーキね、消化早いかな。パンケーキってふわふわ、めっちゃふわふわしとるのに、なんか結構3個ぐらい食べたらいい感じになるよね。でもね、3個ぐらいあるんだけど、もう2個ぐらいでもう結構もうお腹いっぱい。なる人が多い。最初はね、一口目からもう本当にこれすぐなくなるんじゃないかって気持ちになるけど、意外と3個目、3個でちょうどいい。私はちょうどいいんですよ。でも3個で、甘党なんかいな。甘いの食べ過ぎたらさ、もう、あ、もういいやってなる、あの感じ。なんか唐揚げ食べたくなる感じ。お話し会、いや、お話し会は
受付違いますね。次のシングルかな。そうパンケーキ食べた後はそう唐揚げ食べたくなるん。そうですよ、ループですよ、ループ。でも唐揚げ食べた後はさ、甘いの食べたくなるよね。自炊？最近自炊あんまりしてないですね。最近のちょっと最近のこと覚えてないけど、最近はそうですね。記憶がないな。何してたっけな。カップラーメンが多いな、なんか。なんだろう、ちょうどいい、なんだろうな、自炊のなんか期間がないというか、ずっとこう家にいるとかならね買うんだけど。まず最初にそれ考えるんだよね。ちゃんと昼ご飯、夜ご飯、自炊のやつ食べるかなとか、なんかイベントとかライブとかあるとお弁当が出るから、そうなんだよね。野菜ってすぐもうなんか黒くなるからさ、難しいんだよね。そうなのよ、野菜不足。なんかコンビニでね野菜買ってるよね。サラダ系買ったりとか。とかね、なんか東京行ったりとかしたらね、その分2日ぐらいはもうね家を空けるってなると、その2日でもだいぶ野菜がもうみたいな感じである。お腹鳴りそう、本当に。こんなご飯の話してたら、なんかフルーツとかも食べたいんだけどさ、フルーツさ、なんか1日じゃあんまりなんか食べれないんだよね。おかわり野菜？カットされたやつか。
あー、あるね、カットされたやつ。確かにそうだね。髪かき上げて耳見せてすごい、そう言われたらな好きなのかな好きなのかな面白い、やばいやばい、いやいや確かに耳かけ、まあ公演とかでしますよね、ライブとかで、ね、面白い、うんですね、そうなんだ、あんまりそんななんか意識してないからな、ほんとなんかアイドルなってからね、すごいすごい、そんな考えたことなかったか、あの耳の形とか、そんな、なかなか、なかなかに、そん、あの、そう、そうですね、なかなか、そういう人もいるんだなって。知りましたね。世の中にいて、でも結構いらっしゃいますよね、わかんない、ここのルームには結構いるイメージなんですけど、でもわかんないよね、だってさ、多分だけど、こういう配信とかでのコメントって多分皆さん結構解放されてるじゃないですか、だからこうやって言えるけどね、分からんけど、私がそうやって他で聞いたことがなくてそうなんですよ、そう、言えないもんね、普段ね、普段言えないよね、急にそんな人に自分好きなんですみたいなこと、なかなか言えないと思うからな、お話し会でもないですね、うん、コメントの方がまあ解放されますよね。
そう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 。ね、まあ、心の声みたいな感じだよね。心の声が多いよね。ね。あ、つい失言しちゃうんだからね。心の中で言ったことをもう書いちゃうからもうそういうことね。つい失言しちゃって。ね、時々ね拾われてああみたいになっちゃうやつね。本音じゃないのにみたいなやつね。なんとなく言ったことがみたいな。私は時々拾えますか、そういうのも。失言なんですね。確かに確かに。拾わない時もありますよ。どういうことなんだろうなって思う時もあるけど、拾わん時もある。拾うのはなんだろう、なんかなんだろうな、なんだろうな、そうですね。そう、なんか広がりそうなやつ、そうですね。ちょっとユーモアを感じるのとか、そうですね、そういうやつか。あと勘違いとかはさすがにそのままじゃ、そのままの勘違いは嫌だなみたいなやつは訂正しますけどね。そうなんよ、なんかね、あまり もう止まらないんだけど、なんか喉が。なんか食べり、なんか、いや、そこまでね、なんだろう、こうやってお腹は鳴るけどね、お腹空いてないんだよね。多分すぐお腹いっぱいになっちゃうから、今食べたら。もうちょっとお腹空かしたいよね。って時ない？そういう時ない？もうちょっとお腹空かしたいなって時。お腹空いた時があのね、ご飯がね、美味しいんですよ。そうそう。こういう時あるけどね、お腹の、お腹すいたが超えると確かに、もうお腹すかんくなるけど。そういう時いっぱい食べれる。そうね、お腹空いてないなって思った時こそなんか食べれたりするよね、ご飯。何なんだろうあれね。てか私がね、解明したいのはさ、いっぱいご飯食べる時にいっぱい噛んだら、噛んだ方がお腹いっぱいになりやすいのか、早食いの方がお腹いっぱいになりやすいのか。どっちの方がお腹いっぱいになるのかという。やばいやばい。
いっぱい噛んだ方がお腹いっぱいになる。でもいっぱいコメントが。よく噛んだ方がいい。ああ、そういうことか。よく噛んだ方がお腹いっぱいになりやすいんか。へえ。私ね、意識しないとね、早食いなんですよね、めちゃめちゃ。なんかね、しかもなんか美味しい時ほど早食いなんですよ。しかもなんか美味しいとなんかすぐなんか食べちゃうんだよね。なんか味わいたいのになんかすぐ食べなきゃってなっちゃう。やだあれ。美味しい時もそう、なんかずっとなんかね食べときたいのになんかなんだだろうな、なんかすぐ飲み込んじゃうんだよね。それは美味しいから。そこから変えたいわ。やばいやばい。よし、ちょっと待って、なんかちょっとずっとどうしよう、なんかちょっと今日どうしようかな。なんかないかな。今日なんかないか。もう耐えられないんだけど。ないか。あっちにしかない。右の話なん。右の話。なんか取ってくる。どうしようかな。もう止められないと思う、これ。ちょっと クレヨンじゃない。ちょっとなんか探そうかな。なんか探すわ。ちょっと待ってくださいね。